恋愛漫画家は、原案、企画、西田大輔、山崎さやかによる日本の漫画作品、及び、それを原作とする、テレビドラマ、モーニングにて、2011年4.5がアッペー号から2012年7号まで、連載された。葬儀屋、明かり葬祭に勤める工藤愛子は、学生時代の憧れの先輩であった、淳の葬儀で、彼の兄、清宮彼の息子、レンと出会う。 愛子はおせっかいで、レンのおじにあたる清見に、身寄りのなくなってしまったレンを引き取るよう願ったところ、俺の下僕になれ。という交換条件を突きつけられる。2021年4月8日から6月17日まで、富士テレビ系、木曜劇場にて毎週木曜22時22時54分に放送。主演は、本作が民放連ドラ単独発主演となる、鈴木良平。 鈴木がフジテレビ系ドラマに出演するのは2011年7月期の前回がある以来10年ぶり。原作漫画では主人公は葬儀屋の従業員、工藤愛子であるがテレビドラマ化するにあたり、原作者両賞の下、原作漫画の主要人物であった漫画家、狩部清美を狩部誠一郎に名前を変更した上、主人公に置き換えて物語が再構築されている。 主要人物、聖一郎の親族少女モーニングの関係者聖一郎が、少女漫画、銀河天使を連載する、談話出版の漫画雑誌その他、恋愛格闘家のタイトルで、2021年4月8日より、動画配信プラットフォームの FOD で、独占配信。新栄加護厚志が演じる二階堂と、小西桜子が演じる伊藤を中心に、男女の恋愛観の違いをテーマにした、 シットコムが展開される、キャストスタッフ配信日程、ありがとうございます。